千葉真さんかっこいいなってキーハンター見てね思って、でそこからこの世界入って松井優作さんが稽古場に来て初めて褒められて、で初めて叱られて、その後に北野武さんにお会いして、はい、あ、なんかこの世界やり続けていいんだと思って、で小沢奈々ちゃんとこうやって飲むの久しぶりなの、飲むの久しぶりだね、野球で会うれ、うん、昔本当にカズとアンちゃんと3人でなんか居酒屋行って、うん、でそこに一味があって、うん、一味をどんだけかけたら辛くなるかっつってやった、そんなこと競って、それで餃子食ってましたよ、これマジで、マジでやっぱ若さってバカだな。もう20代ですね。カズなんかの今でもなんか負けず嫌いは変わんねえから、あいつやめる、最近夕方7時から飲んで次の日の夕方4時まで飲んでんだよ。誰ですか、カズ。カズ俺6時に帰るぞってタクシー乗ったのに引っ張り出されて、あいけもう一回行こうよって8時になって、ふざけんな俺帰るぞって言ってからあいつ4時まで飲んでんだよ。カズ強いね。なんかね、あいつ無駄に長い無駄に長い。俺結構もう大和や安風とかにも、俺12時前にもう帰るよって言ったら、もう天売いつかシンデレラボーイになったんですかって言われて、いやもう山は分かるけど、安風飲まなくちゃ尿言うの、まあ山が言ったんでしょうね、うん、でもやっぱり飲むと昔の話花が咲くねもうだってさっきの野球チームじゃないけど支給してくれたのよ、まあ、ユニフォーム真っ黒のユニフォームで、もう忍者みたいなユニフォームでね、で俺の背番号、もらった背番号が83番、なんで83番なの、まあヤクザの役多いからヤーさんだ83番、今うちさ今度来たら、キャラあったんやけど、うち巨人にいた元メジャーリーガーの山口俊がうちに入ったね。えで、あいつさにあの御所から行った時、俺のキャッチボールこう見てた時、いや小田さん左肩がもうちょっと我慢すれば球速上がりますとか、プロの見方が全然違うわけ、あとトレーニングもこういうのをやると球速上がるって教えてもらって、日々ジムでそれを地味に別なメニューで組んでる。あやっぱプロ野球選手になるとそのジムの筋トレも全然微妙に筋肉の、いや違うよ、ピッチャーピッチャーのためだけの筋肉鍛えてる、バッターとまた違う。じゃあ大谷はその2種類をやってるって、いやもうあれはね、あれはもうさ、あまあ俺に言わせれば俺の中のスーパースターと2人しかいないんだよ、ん矢沢永吉と大谷翔平ね、この2人しか、なんか俺この2人がいる時代に生きててよかったと思ってるわけよ。まあまあそれは分かるんですけど、テロも A ちゃん好きやからな。まあでも A ちゃんと大谷を比べちゃ A ちゃんに失礼ですよ。いやでも A ちゃんが違うから、知ってる A ちゃんが大谷翔平ってすごいよね、俺一塁見てるとめっちゃいいんだよって、大谷翔平全部見てるね A ちゃん。ああでもまだその進化が、いや歴史は違うけど、うん、すごいよあの人は。そこらやっぱりもう幅が広いですね。そのスーパースターっていうのは日本ではスターはいるけど、うん、スーパースターっていうのは人の生き方の指針になる人なの。A ちゃんもそうじゃん、うんうん、大谷翔平が出てきたために今日本でもアメリカでもどれだけピッチャー4番ピッチャー何やり君っていうのが二刀流でやりたいと思ってるやつがどれだけ増えたと思う。確かにね、それはでそういう意味で一緒なんだよ、うんうんうん、でしかもさあれ全米のスターじゃん今、ほんとね、あれでも見た映画やってんの、あんま終わったか、憧れを捨てた侍たちってドキュメンタリー映画、 WBC の、うん、俺初日の10時半の1回目に行った、なんだかっていうとステッカーもらえんねんもうその辺がね、子供っぽくて面白い。あれを欲しいんだ、ためだけに10時半から見てた。だからやっぱりね、ドキュメンタリーでテレビとかでやんない舞台裏全部カメラ入ってんじゃん。もうちょっとそれ以上言うと、いやでもね、俺は見てないから。映画はね、でも結果を知ってるじゃん。メキシコ戦の時のやっぱ映画、編集でしょ、編集うますぎて結果上がってるくせにめっちゃドキドキしたもん俺。
あでもそういう臨場感があるわけですね。もう映画と同じで、村上がさ、投げたパーン行くじゃん。そこから無音になって、スロースピードになって、シュート、ベンチ、全員がスローモーションで無音で流れんねん。あそこはね、もう感動的だね。やばいだろ。ベースランニングですからね。一通りできた後、ノーマルスピードで投げたカーンって、わー、ブワーッと、めっちゃトリガード取ってたもんね。結果知ってんのに。見たいなあのリアリティを映画的に編集してるから、盛り上がるとかすんげえ盛り上がってる。うわー、見たい。寺島さんって憧れのそういう人とかっていましたね。憧れの人？はい。俺はそうね、だから矢沢永吉さんに影響されて、やっぱこの世界入って、で、やっぱりアクションが好きで、やっぱ千葉真さんかっこいいなってキーハンター見てね思って、でそこからこの世界入って、松井優作さんがアングラの舞台でね稽古場に来て初めて褒められて、で初めて叱られて、あ、なんかこの世界やり続けていいんだと思って、でやり続けていって、でなんと80年代後半に父親が他界して、優作さんが他界して、その後に北野武さんにお会いして、はい、それでいろんなあの出会い、ご縁をね、あの映画に出させてもらって、はい、で、もうこうあるって感じですね。だからこう見えてね、こういうキャラだけど、こいつ昔、まだ食えない時に四畳半一間の家に行った時さ、タイとか好きで、タイの飾り物とかインドの子とかなんか炊いてて、なんかすんげえちっちゃいなんかこう、ものがいっぱいあって、お前掃除してんのってああいう小物を置いてるやつって、毎回掃除するたびどかさなきゃいけないから、ワールドビートの時かな、スカウトやる前の鬼怒川か、旅館というか、あの社員寮泊まって寺の部屋行ってると、もう朝からこいつさ、ぐんぐんエイちゃんがこう聞こえるわけ、聞いてなんか知らないけど瞑想して、エイちゃん聞きながら、エイちゃん聞きながら瞑想して、エイちゃんとインドの交代ってんの、もうこのアンバランスさがすごかったんだから、これ。いや、なんかあれとね、あと あそこ散歩行くと、ちょっとランニング出ると、あの田んぼのあぜ道で空気がいいんですよ、もうあれでね、結構なんかモチベーション上げたり、こう気持ちをこうフラットにしたり、小田原ちゃんがそのワールドビートの時って結構本当に低予算で、もう自主映画に近い感じで、みんな手作りで、500万だからな、制作費500万だ、あれもうみんなそれぞれもう本当にね、気持ちで参加してるって、もう気持ちだから、気持ちで返すには気持ちが乱れちゃいけねえと思うから、もうそうやってなんか、A ちゃんとインドのお香なわけよ。インドのお香かなんかわかんないけどまあお香はいつも炊くのよ、あの匂いが結構、匂いフェチっていうのかな、そうなんですね。あの今もホテル行くともうお香炊いて、もうなんつうの、前になんかいた人の匂いっていうのはホテルあるじゃん、残像が、あれ消したいんだよ。めちゃめちゃデリケートなんですね。いや、デリケートっていうかね、俺知らなかったの、でも教わったのよ、あのなんか出たんだよ、塩まいとけ、で塩まいたら次の日夢に出なくなった。その前はね、もののけみたいなの出てきて、うわなんだこれって感じ。あそこさ、俺お化けがすごい見てるから俺寝れなかったの。ヤバニシさんとかもね吠えてたからね、みんな、あれ俺が泊まってた部屋があって、障子があって下ガラス張りで、もう廊下がある向かい側に山西道郎さんが寝てた。でみんな他の連中こう大きい大きいのまでみんな寝てて、飲んだりなんか盛り上がってるわけ、ガーガーうるせえなと思って寝ようと思って寝てたら、便所行くやつが、便所が奥だから足元だけ見るの、トッタ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 ッ。でもそうしたらお前さ、全然帰ってこないんだよその足元俺も見た、それで静かになっててえって思って、あいつはどうしたのと思ったら時計の音しか聞こえない、物音ないじゃん、カチッカチッカチッって聞こえる、そうするとそのカチッカチッコチコチッとか言うね、
マジと思ったら目の前に山口さんが何が起こった。見えるんだよ俺の部屋が。俺ちょっと霊感というか薄くさ鎧兜を着たとかさ、ぶちぶちが来たの山西さんの上に乗っかって首絞めてる。だからぶちぶちが来たって言ったもんね、うん、これはもう撮影所は内緒でって感じなんです。そうだ、みんなが怖がるから。打ち上げてると思うよこれ。みんなが怖がるとそこ泊まりたくないとか言うから。でも朝なんか人一番早く起きて俺シャワー浴びてこうね用意してる時に誰もいないところに赤ちゃんの泣き声聞こえる。もう早く撮影終わらせて何でもいいからここ出てえなしか思ってない。あの撮影もね、あの当時鬼怒川ウエスタン村がメインロケだったのね。で鬼怒川ウエスタン村が開村するのと閉村するのが朝9時から開村して、うん、5時に閉村するわけよ、うん、だその間撮影やるわけだから朝一、朝9時までに撮影終わらす。あと閉村後の夜中、はい、ミッドナイト、はい、もうそこに撮影するのよ。それも大体撮影のそのキャラクターによってはもうナイターだけの人、はいはい、それであの朝日が出た、はい、朝方デイシーンだけの人ってこう分けられるんだけど、おさらんじゃんどっちもやってたから。いやでも俺なんかさ夜だからっつってもうちょっと夜中深くなってから出回っても、うん、あんな家に一人でいたくねえじゃん。俺ずっと現場いたもんね。いやだからほとんどいなかったもんね。でもさやっぱり鬼怒川って日光ってあれ戦場跡やろ、うん、まあ、うん、だからやっぱりあの甲府もそうだし、うん、京都もそうだけど、うん、いや出たよ、まあまあまあ、やっぱり、まあ、日光街道が、ね、あるっていうのはね、うん、だからまあ出るのはいいんだけどさ痛くないんだよねずっと。まああそこはまた特にね、まあ、で上様でも夜になっちゃえばさ真っ暗の中さ撮影はライトを焚いてっからいいけど、うん、そっからちょっと冒険しようかな気起こんないよね。なんか出るもん間違いなく、うん、でも結構、うん、現場寒くて、うん、寒かった冬だもんな。ナイターやってる時に近所の人が豚汁差し入れくれたのよ、うん、あれがね、なるほどね、これ味覚の記憶っつうのかな、はい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 、その気持ちと味覚の記憶がもう嬉しくてね、うん、これ都内だとまずないだろうなというぐらい。てな感じでなんか昔を懐かしいんだけど、まあでもこう町中学いながら昔をこう話するってなんか合ってるやろ。なんかいいですね。なんかな昔っぽいからな、はい、赤ちょうちんに入ってるのがなんか俺らっぽいじゃん。まあ確かに、うん、なんかこれなんかこう話もね、うん、なんかこう懐かしみながらそうそうそう、まあ、上を行こうっていうね、気質だよね。若い時のさ苦労したのがあると赤ちょうちんって不思議だなと思うけど、よくあの虫取る青いとこにパチーって返し、あれと同じように赤ちょうちんもなんかフラフラって入っていきたくなる。あれは何なんだろう。でもなんか赤は燃えるんだろうね、日の丸の赤じゃないけど、ね、それは本能ですよ。そう、だそういうとこにでいつまでも飲めて、まあ、俺なんかも気にしないから周りがどうも関係ないから、うん、そういうところにいようとするのがなんかこう役者の基本なんじゃねえのかなみたいな。なんかさだからなんかこう小じゃれたところに行くのがあんま好きじゃなかったりさ。まあ今日はね懐かしい久しぶりに寺だと思う。そうです。またな。そうです。よし。